こんにちは。タロットティアラの霊視タロットチャンネルにようこそ。こちらのチャンネルでは、私タロットティアラがその時気になった人物や事件、ニュースなどを霊視タロットで読み解いていくチャンネルです。そして今日のテーマは、3万人登録者数記念霊視タロットシリーズ、ジョンベネちゃんに聞く事件の真相です。はい、こちらの事件はとてもリクエストが多かった事件です。そして3万人登録者数達成したということで、海外の事件も取り扱っていきたいと思います。今日はジョンベネちゃんに聞くジョンベネちゃん殺害事件の真相です。まず3点に絞っていきたいと思います。ジョンベネちゃんは一体誰に殺されたのか、そして性的暴行を日常的に受けていた痕跡があるということで、この暴行は誰に受けていたのか、そして事件は家族に関係しているのでしょうか。こちら3つの点をジョンベネちゃんにお伺いしていきたいと思います。まずは事件の概要です。1996年12月25日家族とクリスマスパーティーにジョンベネちゃんは参加していました。友人のクリスマスパーティーに参加していました。そして25日の夜、参加した後自宅へ戻って、ジョンベネちゃんをお父さんがベッドに連れて行きました。帰り道にね、ジョンベネちゃんが寝ちゃったということで、お父さんが抱きかかえてベッドに連れて行きました。そして26日朝起きてみたら、ジョンベネちゃんがいなくて、階段に脅迫状が置いてあったということです。それは自宅のキッチンにあった黄色いメモ用紙に書かれていた。そして脅迫状の文言で10時に連絡するとあったんですけど、結局連絡はなかった。よくよく家中を探してみたら、地下室でジョンベネちゃんの遺体が発見されました。はい、これが事件の概要です。そして今になってもその事件は謎に包まれたままです。ジョンベネちゃんのその時の様子です。ジョンベネちゃんは6歳でした。そして遺体には性的暴行を受けていた痕跡があった。そして首を絞められていた。懐中電灯で頭を殴られていた痕跡もあった。口はガムテープで塞がれていた状態でした。そしてなぜか手のひらにハートマークが書かれていた。そうなんですね。はい、とても残忍な感じがします。では、まずですね、ジョンベネちゃんの事件を読み解いていく上で、重要なジョンベネちゃんの性格見ていきたいと思います。ジョンベネちゃんは1990年8月6日生まれ。これらを全部バラバラにして足すと 1+9+9、 8+6 で33。33をさらに細かくすると 3+3 で6になります。6のカードはこちらです。ラバーズのカードですね。ラバーズのカードを持っている人はとてもコミュニケーション上手で、明るくておしゃべりなんですね。なので芸能人に多い数字と言われています。なので彼女は美少女コンテストで優勝してましたよね。はつらつとした美しさ、そしてコミュニケーション上手、スポットライトを浴びる人、これね、海老蔵さんも6のカードを持ってましたね。あとゼレンスキー大統領、6でした。とても言葉を使うのが上手でおしゃべりな彼女。この彼女はこの性格が関連してると思うんですね。殺されてしまった、なぜなら彼女はとてもおしゃべりだったから。そして黙っていられないんですね。周りに自分がされていることを喋っちゃう女の子なんですよ。
ということは、近しい人物、日常的に彼女と接触している人物の可能性がね、ちょっと高いんじゃないかなと思いますね。おしゃべりな彼女の口調を封じなきゃいけなかったというね。はい、この性格を踏まえながら、彼女にレイシタロットで聞いていきたいと思います。はい、では早速ジョンベネちゃんに来ていただけるか聞いていきましょう。ジョンベネちゃん来てもらえますか。ジョンベネちゃんの意識にコンタクトを取ります。ジョンベネちゃんは来ていただけるのでしょうか。お話をしてもらえるのでしょうか。では1枚もらいましょう。エイトオブソード逆位置、これは逆位置の方がいいカードなんですね。なのでやっとこれ正位置だと縛られていて何も喋れない、喋ることができないってカードなんですけど、逆位置になると今こそ喋る時が来た、今こそ秘密を言いたい、この包帯がほどけるんですね。はい、自由になる時が来たという話は聞けるようです。では早速見ていきましょう。ジョンベネちゃんが今こそ喋る時が来たと言ってくれています。どんなお話が聞けるのでしょう。ジョンベネちゃんは誰に殺されたのか、そして日常的な暴行はあったのか、そこに家族は関係しているのでしょうか。今回は登録者数3万人達成記念で海外の事件を取り上げております。ジョンベネちゃん殺害事件の真相です。はい、ではまず過去です。彼女と犯人の間に一体どんなことがあったのか。ペンタクルスのナイト、ペンタクルスのナイト、若い人物ですね。しかも表面上は実直な人、知り合いだった感じがしますね。その人と突然家の中に入ってきた人物ではないのではないでしょうか。ペンタクルスっていうのは時間の経過、長い時間っていうものを表します。なので昔から知っている人なんですよ。しかもナイトは若い人物です。ではジョンベネちゃんとその人物の間にその日何があったのか。ハングドマンの逆位置、あ、正位置、正位置、釣られた男、自己犠牲、犠牲になった、これ自己犠牲カードなんですね。なのでジョンベネちゃんは亡くなることによって誰かを守っていた、自分を犠牲にしたと読み取れますね。自分だけが犠牲になった。はい、縛られていた。確かね、口をガムテープでね塞がれてたんですよね。
自己犠牲、彼女が犠牲になるという。では犯人はジョン・ベネちゃんに対してどういう思いを持っていたのでしょう。ペンタクルス2、正一、迷いがあったようですね。迷っていた、殺すまいか殺さないでおこうかという迷いがあった人物です。これとこれね、ペンタクルスですよね。かなり犯人も迷っていたのではないでしょうか。ということは迷うだけの時間があるってことですね。つまり日常的に接している人物、殺そうと思えばいつでも殺せる、でも彼女がおしゃべりだからいつ自分が暴行している性的虐待をしていることを家族親に話しちゃうかわからないっていう、ヒヤヒヤしてた、迷いがあった、と取れますね。じゃあジョン・ベネちゃんは犯人に対してどう思っていたのでしょう。エンプレス逆位置、エンプレスはやっぱりジョン・ベネちゃんの美しさ、美少女コンテストに出ていたジョン・ベネちゃん、これ正位置だったらただの美少女なんですけど、これ逆位置で出てるので、あのわがままな女の子になっちゃうんですよ。相当わがまま、犯人に対してね、この人物に対してバカにしたり、こうしてああしてっていう風に自分の意見を押し付けたり、わがままを言ってたようですね、犯人に対して。犯人に対してわがままを言える関係ですよ。では2人の間に何があったのか、障害および援助です。テン・オブ・ソードの逆位置、これもね、おどろおどろしいカードですね。やっぱりこの人物、迷いがあったんだけどもう我慢がならない、彼女の口を封じなきゃいけない、彼女のわがままには我慢がならないと思ったのでしょうね。彼女の口を封じるために思い切ってやってしまった、そして彼女がいなければいいと思ったんでしょうね。なぜなら逆位置って、これ正位置だったら破滅、身の破滅なんだけど、逆位置だからこちらの明るい朝日の方にフォーカスが当たるんですね。なので彼女がいなくなった方が自分は明るい人生を歩めるって思ってるような人物です。わかります？いなくなって嬉しいんですよ、自分の人生のために。そういう人物でした。ではジョン・ベネちゃんの状況です。ジャッジメント正一、いつかこれが起こり得るってなんとなく感じていたかもしれないですね。最終的な審判が下る、審判のカードです。はい、なのでこれはね、復活のカードなんですよね。復活、死者が復活する、どういう、これちょっともうちょっと後で見ましょう。復活する、一回終わったけどまた復活しちゃったのかもしれないですね。
暴行されていたのが一回終わった、でもまた始めちゃった。では犯人の状況です。戦車の逆位置、ということは自分に自信がない、何をやってもこううまくいかない、彼女はとても注目されているのに自分はその影に隠れてしまっている、彼女の影に隠れてしまっている、それが不満だったのと、あとこれは逆にスピードがありすぎて暴走してしまったとも取れます。なので暴走してしまった、エスカレートしすぎた、その暴行が本当だったら、もうちょっとただの喧嘩で収められるようなものだったんだけど、でも暴行がエスカレートしちゃったんでしょうね。で止められなかった、自分でもおそらく、近くにいた人物ですよね、若い近くにいた人物、逆上した、彼女のわがままに逆上したのと、彼女をの口を封じなきゃいけなかった、おしゃべりだからね。では願望と不安の位置には何があるんでしょう。ナイトオブワンド逆位置、ナイトが多いですね。ということはね、やっぱり若い人物なんですよね。若い人物、将来性のある若い人物です。これもね、若い人物だもんね、戦車。では未来です。直後どうなっていたのでしょう。助教校聖一、これはね、お母様でしょうね。お母さんが、うまく覆い隠したというか、うまく取り繕ったこの事件は、頭がいい人物を表します。で、手に持っている書物は彼女が脅迫状を作った、上手にお母さんの関与してるでしょうね。はい、これはお母様です。そしてじゃあ最終結果ですね。最終結果のカードはどうだったんでしょう。鳳凰の聖一、これはお父様ですね。お父さんがこの事件も、お父さんとお母さんでこの事件を覆い隠した、偽装したようですね。なぜなら暴行してしまった弟じゃないお兄さんだね、この場合お兄さん、若い人物、日常的に知っている人物、いつでも殺そうと思えば殺せる、暴行もできる、その人物を隠していた、その人物が彼女を口封じのために殺してしまった。そしておそらくずっと自分は影の存在だなっていう不満があったんでしょうね。で、彼女を亡くなってもらった方が嬉しい、
自分にスポットライトが浴びるから、浴びることができるから。そしてお母さんとお父さんでそれを隠した、自分の息子が反抗したっていうのを隠した。それも上手にね隠しましたね。大きいカードですよね、この 両方ともね。なんかすごいね、ダイヤルかなが出てるのが多いんですね。そしてこれですね、これ一回ね暴行されてたのが一回終わったんだと思うんですよ。でもまた始まった、性的暴行がですね、また始まってしまった。それで彼女は自分が犠牲になったでしょうね、自分が犠牲になってしまった、家族の、この歪んだ家族の犠牲になっちゃった。両親はお兄さんを守るために彼女をこうだけを犠牲にさしてしまった、そんな感じがしますね。やっぱり家族が関係している事件なのではないかと思います。はい、これを見る限りだと若い少年、若い人物、わがままな妹、そこに暴行を日常的に加えていた。で、息子を守るためにお父さんとお母さんは隠した、そのような結論が導かれました。皆様はどうお考えでしょうか。よろしければコメント欄に皆様のご意見ご感想を書いておいてください。リクエストもよろしければコメント欄に残しておいてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。